皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月22日、20時51分、最近のニュースで、ワールドビジネスサテライトでサウジアラビアの一直線に、新幹線もしくはリニアモーターカーを、確かリニアモーターカーの方だったと思います、を敷いて、街を作るという構想なんですが、もともとその電車とは加速して、その後惰性で走るものなので、一直線にした方がやっぱり安全性も向上しますし、エネルギーの損耗も少ないと。でただし、日本のテレビの放送の仕方がおかしいんだと思うんですけども、昔もこれ言ったと思います。25年ほど前、神戸市立ホテルフルーツフラワーパーク勤務地、その両サイドの、電車のその線路に沿って、街を作るんですけども、縦にね、ビルを500メートルほどの高さのものを建てると、それは非常に、危険であると。阪神淡路大震災のその倒壊したところの、映像をホームページ淡井圭介の履歴の200番台のところで見れるようにしています。だからそういったところを見ていただいたら、下の方がぐしゃっと上の重み耐えきれなくて潰れてるんです。金属とはもともとそういうものなんです。で、解体キングダムで、最近、再び放送してもらったものなんですけども、かなり貴重な VTR です。発電所の、解体なんですけども、コイルを、切断する方法なんですけども、解体するとき、水で、切ってるんですけども、あれは長年コイルを通電させていて、金属疲労で弱ってるからなんです。だから、ものすごい水圧で、水で切れるんです。ただそれは本当に人間が間入ったら大変なことになりますから、絶対気をつけなきゃならないんですけど、とんでもない水圧で吹きつけてますんで、そのプレス機で押してるんですけれども、その噴出してるその水の機械をね、だけどもその水圧でこう押し返されるんです。ものすごい圧力がかかってますから。だからその金属疲労の部分と、そのものすごい水圧とプレスによって、ものすごい圧力をかけていることによって、水で切断できるというシステムですね。だから、金属部分が分厚いところは、やっぱり、ちょっと長めに当てて、それから、スライドしていくと。こういうふうな形なんですけども、今、はっきりと確定してお伝えしたいことは、もうこれはもう昔から工業界の人なら知ってることなんですけども、金属も疲労するんです。金属疲労というものがありまして。わかりやすく言うと、鉄とかだったら錆びるじゃないですか。だから船も、何回かペンキを塗って、錆止めみたいな形にしてるんですよ。で、頑丈な金属である鉄、鋼によって、で、強度を保っている。で、そういった船を解体するときも、特殊な重機を使用して解体すると。船は、かなりの年数は使用できると思います。そのエンジンとかいろんな部分、そのパーツ交換をすれば。で、私としては、サウジアラビアでもやっぱり地震が発生しているところは地震が発生しているじゃないですか。それはホームページ淡井圭介の駅の97、地震についてのところで動画にアクセスできるようにしています。で、その動画はとても貴重で、世界中の大きな、マグニチュードの地震に関して、震源地が地下何メートルか、もしくは何キロかっていうところを、何十キロ、何百キロというケースもあります。それを測定しています。で、そういったことを考えると、やっぱり高さは、6階建てか5階建てで、階段だけでエレベーターなしが本当は理想的ですね。エレベーターがあったら余計な費用がかさむのと、メンテナンスと、危険性云々のところと、その停電した時ね、大きな地震が発生したら、東日本大震災の時もそうだったんですけど、2011年です。2011年の、
3月の11日だったかな、3月17日だったかな、ちょっと今頭の中がごちゃごちゃになってますね。まあ、あの先ほどまで、日本代表の女子バレーの試合に取り組んでましたので、まあ停電してエレベーターがその止まるんですよ。で、中に閉じ込められてしまったケースがものすごい数があったと。それはまあ、千葉とか東京とか高いビルをたくさん建てるじゃないですか。だからエレベーターが必要になるみたいな発想になってしまうんですよ。だから全部階段だけにしておけば、最初から重たいものを家の中に持ち運ぼうとしないでしょう。で、体力ある、まあ、元スポーツ選手とか体鍛えてる人が、まあ、重たいものを運んであげると、運送屋さんで、ね、でそういう人が重宝される力仕事、きつい仕事だから、しっかり仕事があったりだとか、しっかりとした報酬が得れる。まあそれはしっかりとした仕事をしてもらわなかったらそれは無理なんですけども、まあ、経済原理とかもありますし、だから最初から階段止まりで5階建てぐらいにしておけば、エレベーターそもそも最初から必要ないんですよ。で、階段のフロアだけちょっと横幅を広くしといてあげるんです。そうしなかったら例えば台所のテーブルとか外に出すときとか、まあ中に搬入するときとか持って運ぶでしょう。で、まあ昨日テーブルとか、まあ、ちょっと自分のテーブル移しますね。まあ、これが自宅のテーブルなんですけども、ちょっと持ってみますね。まあ、音聞いてもらったら分かると思いますけども、かなり重たいです。これ、一人で持っていこうとしたら、そこのドアのところが どうしようもない状況が出来上がります。引きずるしかないっていう状況ですね。だから、それと同じで、まあ、ちょっと例を挙げますと、弟が、8歳離れた弟がいるんですけども、まあ、昔は同居していて、もう今は音信不通なんですが、ベッドを購入してしまってたんですよね、弟は。で、ベッドって、だいたい190センチほどあるじゃないですか。で、それを、まあ、粗大ゴミの日に、まあ、お金払って、日本ではシールを買って、で、それを、大きな粗大ごみに貼り付けて、まあ、回収してもらってるんですけども、まずエレベーターの中が縦にしても横にしても入りきらなかったんですよ。で、自分で一人で、捨てるしかないと。燃えないごみの日に。で、階段を、縦に持って、まあ、その時体鍛えて自分一人で持てるようにしたんですけども、で運ぼうとしたんですけども、天井のところが突っかえるんですよ。で、一旦横にして、まあ倒すような形で、まあ下に今人来てないかなと見て、でそれから階段を滑り落とすようにして、下ろすと。でその中2階のところでこう回転させるときに天井が使えるでしょう。だからその角度ものすごくうまく調整しなかったら、どうしよう、上のところで使えそうになるんですよ。だ階段のところぐらいは広く作っておくと。まあこういうことですね。まあそれが一番理想的な形の街づくりですね。その急にね、そのリニアモーターカーを引いたところでいきなりそんなにたくさん人は移住するわけないんですよ。だから6階建てか5階建てぐらいで、もう階段だけでエレベーターなしで生活すれば、すべて物事整合性が合ってくるんです。だからあんまり重たいものを家の中に置かないでしょ。重すぎるから。そもそもベッドなんか必要ないし、布団があればいいだけ。で、その上の方が重たいから一番下のフロアに大きな荷重がかかるのであって、まあ、5階建て6階建ての、まあ、マンション等であれば、その基礎工事でそこをしっかりと掘っておいて、その、そこ、地面の上に
そのまま乗せるような建て方しちゃダメですよ。新潟県の50年以上前の昔の大きな地震で、集合住宅が倒れてますから。それは、ウィキペディア等で検索していただいたら分かります。石川、新潟県、新潟ですね。新潟の中越地震か中越沖地震ですね。で、それはね、中越地震でしたら2007年、8年、そのあたりに2回ほどあったので、それじゃないんですよ。もっと前の、そこから50年前かな。それぐらいの頃の、内容を見てもらったら分かるんですけども、もうそのまま倒れてるんですよね。だから奥行きはあんまりなくて、その基礎工事で地面の底を掘ってなかったんですよ。だからそのままバタンとこう倒れてるんですけども、そういうことを、考慮して、街づくりをされた方が良いと思います。で、サウジアラビアの方たちがどういうような生活をされているのか、その気温が相当高いでしょうから、日本と比べて。だからエアコンなしで大丈夫ですか、夏場とか。まあ、基本的に私は今年の夏は、まあ、全然気温が違うと思うんですけども、まあ、30度半ばとかですね、日中、高い気温で。まあ、40度ということはちょっと考えれないですね。まずないですね、日本の方では。まずない、ほとんどの確率でない場合は、まずないという言い方をしています。で、僕は扇風機を今年、7月ぐらいに5回か7回使ったかな、どうかなぐらいで、エアコンは一切使っていません。で、8月、9月はもう扇風機一切なしでエアコンも使わずに、網戸での生活ですね。だから僕のホームページで YouTube 一覧表の下のところに、網戸の交換の仕方を載せてるんですよ。網戸の網自体は、港南などで販売してますので、ホームセンターで。で、自分で貼り替えれたら、400円ぐらいで、一つの網戸は貼り替えれるんですよね。だから非常にお得です。で、網戸に関しては集合住宅によって違うんですよ、サイズが。で、本当は高さを全部統一してもらった方がいいでしょうね。アルミサッシのその、高さとあと横幅は全部同じにしといた方が取り付けしやすいし、買い間違いがないという形になってきますね。もう、たくさん建物を作った後ですからね、どうしてもサイズが違う状況があって、もうこれから先はもうこのサイズに絶対しようと。こういうふうな形で動かした方がいいですね。だから、コーナー行った時に、その網戸のサイズが、何種類もあって、で、父親の家がその網戸はないから、僕の家のそのベランダに出る出口が2つあるから、片っぽの網戸を外して1回持って行ったんですよ。で、それは昔も同じようなことしたなとか、思い出したんですけども、ここ1年ぐらい前に父親の家に持って行ったんですけども、サイズが合わなかった、はまらなかったんですよね。で、立てかけておくしかないから、今年も回収してきました。だから正直網戸がなかったら虫が入ってきたりしますから、だから網戸は必要でしょうし、エネルギーの残存量問題がありますからね。その自然再生可能エネルギーで電力をしっかりと世界中どこの国も得れるようにしなかったら、結局社会はどうしようもないですからね。その気になったのは、その500メートルほどのビルを横にこう建築するっていうとんでもないニュースですね。一応日本のニュースでは、アラブ首長国連邦が高さ1000メートルのブルジョ・ハリファというものを作ったというようなニュースが流れたんですよ。普通に考えたらいくらなんでもそれはないだろうなと私は思ったりするんですけども、本当にそのアラブ首長国連邦で作ってしまいました。
もう作ってる段階でこれ無理だってなんとなく分かりますよね。後で解体するとき。後の世代のことの人たちのことを考えてますかっていうことなんですよ。そうしなかったら、そんな巨大なものを誰が解体するのっていうことになるんですよ。建築現場でそもそも新しい建物を作ってるときに、ビルとかなんですけども、ここ2、3年ぐらい前だったと思うんですけども、神戸の三宮のあたりで、阪急三宮駅かな、その上に、作らなくていいのに何か余計な建設物を作り始めて、人口少子化なのにテナントが入るような建物を作ってるんですよ。駅の上に何も考えてないから、後の世代のことの人たちのことで、もう作ってる時にやっぱり人間のすることですから、配管とかやっぱり設置する時失敗したりしてるんですよ。でそれをどうしてるかって言ったら、地面に落としてるんですよ。だからものすごい轟音がします。だからもともと建設現場ってそういうところなんですよね。ですので、後の世代のことを考えて、行わなかったら、例えばカタールで、私のその日本の方で流れてるニュースでは、この間のあのカタールのワールドカップあったじゃないですか、ちょっと前の。で、その建設物とか周りのものを含めて、そのいろんな近隣の国から、その作りに来た人たちがトータルで、7000人死んでるっていうニュースなんですけども、それ、まあ、そこまでの数になると、カタール一国 の、 その今までの歴史のトータルなのかなと、ある程度、例えば1950年ぐらいから の、 カウントしてる数だとか、あんまり昔すぎるそのお亡くなりになられた人の数なんかカウントできないでしょう、根本的に。で、いや、パソコンがどうにかしてくれるって思ってる人はどうかしてるんですよ。パソコンの中はデータだらけになりますよ。それ見るの人間なんですからね、そういうことになるでしょ。で、とにかく高い建物を建てた方が負けなんです。で、私の見てる日本のニュースでは、中国の方で500メートルほどの高さのビルを建設しようとしていて、途中でストップしたっていう、まあ、良識のあるニュースなんですけども、その後、わかんないですよ。その後、作り続けた方かもしれない。普通に考えたらわかると思います。そのビルは大変危険であると。その地震が発生した時に。で、あと、縦に上がっていく時間がかかるでしょう。もうそれだったら横に安全に平べったく作っていりゃいいんですよ。まあ、ちょっとその辺が気になりましたので、まあ、日本の経済界が言っていたというような内容のニュース、まあ、それはリニアモーターカーのことだと思うんですけども、飛行機を乗るとガソリンが消費されると。じゃあ高速で、長距離移動しようと思ったら、自然再生可能エネルギーでその頃電力を 100% 賄えていて、リニアモーターカーで移動と、ある程度の距離をということになるんですよ。で、そんなにまず自分の人生でその外交官とかにならない限り、世界中いろんなところ飛び回ったりしないですよ。あとスポーツの国際代表の人ぐらいしか。今時会社でもインターネット上のそのスカイプでいいんですかね、まあ、テレビ電話、ああいう風な形のもので、会話交わすでしょ。どう考えてもその方が効率いいじゃないですか。まあ、エネルギーの残存量問題的にも人命的にも、まあ、昔は飛行機の墜落事故ってかなりありましたからね、世界中で。日本でも例えば1970年代から80年代にかけて墜落事故はありましたからね、何回も。で、今、テレビの映像を見る限り、エンジンは2機なんですよ、飛行機。
もともと本当はエンジン4機積んでたんですよ。その何かトラブルがあった時にエンジンがどこか一つ故障したりした時に片一方のエンジンだけでなんとか飛び続けてどこか安全なところに着陸するしかないんですよ。だそうなってきたらそこは技量、パイロットの技量とあと風をどれだけ味方につけれるかっていう部分もあるんですよ。まあ私のホームページでその飛行機の着陸するところの映像、ちょっと危険な着陸の仕方してる映像とかあったかな。その風でね、そのまあ台風の日とかに本当に飛行機なんか飛ばしてしまったら、風の強い日に本当にどれだけ危険なのかっていうことが本当によく分かる映像があるんですよ。もう着陸するときにもう機体がもうこんな形になったんですよ。でパイロットの方もそれで慌てたんでしょうね。操縦桿を多分こう、確か昔のタイプ、今でもそうかもしれませんけど、こう引いて上に上昇しようとする。だからその煽られこうなったものだから、ちょっとこういう風な角度でもうだからこうなりながらこうなってるんですよ。だからもうものすごい危険な状況ですね。そこからもう一回ふんわりと着地慣れてますかっていうことなんですよ。中ではパイロットももうこういう風にすごく揺られてるでしょうから、風でね。だから日本の方とか日本人の方も他国の方もそうなんですけども、海外に、まあ、仕事とかでどうしても海外旅行に行かなければならないと、そうなった時に台風来てるかどうかとか、それはしっかりと自分で調べましょう。それしなかったら大変な目に遭いますから。それであとは傘ですね。どこの国に行くにしても傘ぐらいは持っていきましょう。自分が行ったその先、まあ何泊するかにもよるんでしょうけども、ずっと晴れてるわけないじゃないですか。特に何日も滞在される方ね、やっぱり傘は持って行った方がいいですね。まあ最近急な雨でキャリーバッグをこう転がしながら、スーツ姿の人が、まあ、傘も持ってきてなかったんでしょうね。土砂降りで、雨に打たれて全身ずぶ濡れでっていうことで、まあ、大変なことになってたんですけども、まあ、最近流れた映像ですね。ですので、まあ、皆さん傘はお持ちになった方が良いと思います。以上です。サウジアラビアの方たちへのメッセージと、あと他国の方で、まあ、同じような形で、街づくりをしようとしている方たちへは、高さ制限ですね。建物絶対そうした方がいいですよ。あと解体するときその方が簡単ですから、その解体業者の人の立場になって物事考えた方がいいですよ。で解体するっていうことは建物の中にある、家具とかいろんなもの全て外に出してから普通解体しますから。なあ、下ろすとき、持ち運びするとき大変じゃなくなるでしょう。だから高いビル建てたらそれだけフロアはいっぱいあるじゃないですか。で部屋がそれだけたくさんあるでしょう。そしたらそれだけたくさんいろんなこう人たちがいて、その机とかを入れたっていうことは、まあ他のものでも何でもそうですよ。書類関係でも。だんだん積み上がっていくじゃないですか。全部外に出さなきゃならなくなるでしょう。それは大変ですよ。外に出すだけでもね。だから、例えば極端な例で言うと、50階建て以上の建物とかね。すべて合わせると、何百室ぐらいあったりとかする。で、それをすべて外に出さなきゃならないとか考えたら、エレベーターに乗せてもそうですし、まあ、さすがに50階はね、エレベーターじゃないと無理だと思うんですけど、ただ、地震で揺れたら大変なことになりますよ、50階建てのビル。こう、ずっと揺れてますから、そういう映像も200番台のところにから、YouTube で日本の東日本大震災の時に高いビルがね、もうずーっと揺れてるんですよ。振り子運動。これはある程度そういう風に作っておかなきゃならないんです。そうじゃなかったら合成だけの金属だと、ある一定の荷重を加えてしまうとボキッと急に折れるからなんです。それは金属疲労だけでもないんですよ。合成と柔軟性両方が必要になってくるんですよ。
こういう話は工業高校以上の出身者の人じゃなかったらなかなか覚えれないんじゃないかなとは思いますね。本日、サウジアラビアの方たちや、その他の国の方たちへの、メッセージとして、これぐらいにさせていただきます。チャンネル登録と、あと、着信履歴が来るように、設定しておいていただけると助かります。他国の方に派遣されている日本人の方とかで。こういうふうな、もともとそのリニアモーターカーも、僕、安倍政権の時に安倍さんに頼んだんですよ。だから最終結論として、そんなに長年飛行機を飛ばせるわけでもないですから、エネルギーの残存量問題でね、今のところ世界的に技術的に採掘可能埋蔵量な、可能な埋蔵量は54年分なんですよね。世界国勢税というデータで、ガスは49年分です。天然ガスの7割は石油の揮発したものです。これは常識なので覚えておきましょう。世界中の一般人の人たちも。で、石炭で今なんとか調整をしているところで、2022年の消費量を見てもらったらわかると思うんですけども、それはホームページ、粟井圭介の利益の36番に記載しています。一旦停止をしましょう。で、何でもいいですか。こういうふうな、いらなくなった、メモ用紙とかの、いらなくなった紙の裏とかで、いいですから、すぐ一時停止をして、最初から動画見る前にテーブルにしっかりと座っておいて、最初から紙とペンを用意しておくんですよ。そしたらすぐにメモできるじゃないですか。だからそういうふうに対応してもらって、それでだんだん訓練されていきますから、すぐにメモできるように。とにかく、高いビルは建てないようにしましょう。世界中で地震なんて昔から発生してます。大地震は。どこの国もですよ。大体の国で発生してます。もう資源の採掘をし始めたら絶対そうなります。地下は空洞化しますから。で、世界中の国で守ってほしいのは、その採掘し終わった現場の穴に埋め立て地を作るんじゃなくて、そこに、余計な土とか、コンクリートとかの、解体した後のね、瓦礫とかをそこに詰め込んでいくと。そうすることによって、一斉崩落の震度が緩和されるということなんですよ。これが正しい循環です。ベルトコンベアで、奥の方まで運びますから、簡単に。だんだん、手前の方に、ベルトコンベアの距離を短くしていけばいいだけですから、ある程度穴の形状を整えてですよ。ということで、一旦これぐらいにしておきます。あんまりたくさん言っても、なかなか覚えれないと思いますので、これは、各世界中の国でしっかりとその方向で対応しましょう。その海面が上昇している話がどこからどこまで本当かわからないですけども、大きな要因として河川から土や土砂が海に流れ出てる、世界中で。で、それプラス埋め立て地を作ってしまっている。かなりの面積で。で、これ東京都の人だったらわかると思うんですけども、たまにテレビで流れます。品川駅ってあるじゃないですか。品川駅から海の方向のところは、もともとあの辺りは全部海だったんですよ。あと全部埋め立て地で広がっていってるんです。あとは海底昇降と呼ばれる、火山が、海底で噴火した時に、その海面の上までね、噴煙とか上がってきて、だんだん島が出できてきたら、ああ、海底火山が噴火してるんだっていうことがわかるんですけども、海底の上までその噴火のね、島まで成り立たないような、低い海面の位置、もともと深さが深いっていう部分もあるんでしょうけども、その見えない部分のところでね、海底噴火とか起きていて、そういう、その3つの要素で、基本的に海面がある程度上昇している可能性があると。こういうことになるんですよ。
で、海底でもうこれ以上石油やガスなどが採掘できないと、そういうふうな、地点は、海の水を流し込んでいくと。そうすることによって海面上昇を抑えれると。こういうことになります。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信履歴、設定してください。もしわからなかったら、周りの人に聞いていただいたり、販売店の方で聞いてください。各スマートフォンとか iPad によって操作方法が違う可能性があります。世界中でスマートフォンとかを作ってしまっているので、その操作方法とか、世代とかにもよるんですけども、違うんですよ、すべて。すべてと言いましょうか。ちょっと言い間違えました。訂正しておきます。結構違う部分があるんですよ。ただ、販売店でも、こちらの、あや、えーっとね、えー、まあ、日本のその携帯電話屋さんでも、その販売したところじゃなかったら、いや、うちではこれはもともと取り扱ってないので、こちらでは分かりませんっていうふうに、対応されてしまうので、その辺、なぜ操作方法が今時、その本でないでしょ、マニュアルが。だから、周りの販売店、その買ったところで聞いていただく、もしくは周りの人に聞くですね。以上です。これぐらいで、今回の動画、終了とさせていただきます。皆さん、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。